え皆さん、こんにちは。えー、a ー d n ナイスの秋と申します。えっ、ー、と、今日はですね、あの、まあ、初歩の DTM 講座だというわけでですね、えっ、ー、と、ロシアのサンボックスというソフトを使って、えっ、ー、と、音楽をやっていきたいなと思います。えっ、ー、と、ちょっと立ち上げますね。えっ、ー、と、このサンボックスというソフトはですね、えっ、ー、と、おそらく、 えものすごく簡単で、一番音楽を始めるにあたってえ簡単なものの一つなんじゃないかなと思います。それでいてね、非常にえ奥深いところにも入っていけると。で、音も良いという、いいことずくめのソフトなんですけどもね。えっと、しかもただ、パソコン用のただですし、えっと、Android とか、 えー、iOS とかね、いろんな Linux とか、いろんなものに対応してます。えー、と、Android いうのはね、ちょっとお金払ったりしないと、何百円かしたと思うんですけども。えー、と、まあ、一応、ほとんどのフォーマットに対応しているということですね。えー、でち、ちょっと音を出していきたいと思います。えー、と、まず、ここに、えっ、ー、と、アウトプットっていうのがあるんですけども、これがね、えー、と、音の出口のとこですね。で、これだけだと何にも音が出ないんで、 えと音の出るものをまずここにえ置いてやりますと。で右クリックで new とやると、ここにですね、いろんな音源が出てきますので、ちょっとこの中でえジェネレーター o っていうのをえ出してみますね。でそうすると、今ここにジェネレーターっていうモジュールが1個できましたと。でこれだけだとまだ音出ないんで、これをえ出口までつないでやります。Shift キーを押しながら、 ピッとこう繋いであげると、えー、今ここにね線あの線の上にこう点が流れてますけどもこれがね音の流れですねでここで出た音がここに流れてここから出てくるよとえー、どこで今ちょっとはいこれで音が出てますね非常にシンプルな音が今出てますけども、えー、これをですねいろんな風に変えていくことができますと いうことで、えっ、ー、と、ちょっとね、あの、エフェクターなんかを足していこうかなと思います。えー、エフェクターっていうものはですね、まあ、ご存知のことは方は、もちろんご存知だと思うんですけども、えー、音をもうちょっとね、良くしたいとか、もうちょっとこう変えたいとかいう時に、えー、つないで、えー、音を変えてあげるという役割のものですね。で、ちょっと今、これでも同じように、 ニューからここが全部エフェクトなんでね、ちょっと今回はエコーというのを選んでおいてみます。まあ、これエコーって名前ついてますけどもね、通常はディレイと言われるエフェクターですね。まあ、このソフトではエコーというふうに呼んでます。ちょっとこれをつないであげると。で今一回ですね、ここ、間に入れたいので、ここの線を切りますね。 シフトを押しながら引っ張ると逆向きに引っ張ると切れますんでこの状態にしてこっからこ,こここからこことつないであげますそうすると今点がこうに流れてますんでこの向きに流れてますねでこの音がここを通って音出口のところに行ってるよということですねじゃちょっと音出してみますね というわけでですね、これで今ピッ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 と音が、えー、繰り返されるということになってます。まあこのディレイっていうね、エフェクターがおそらく一番まあ使うことが多くて、えっ、ー、と、奥の深いエフェクターなんじゃないですかね。僕ちょっとたまたま学生の時にですね、先輩、慶應の先輩から、いや、ディレイが一番深いんやとか言って言われて、えー、その頃ちょうどですね、僕の そのの学生の頃は、えー、デジタルのね、あのディレイが、えー、割と安い値段で出てきてて、えー、そ,のそれからですねデ、デジタルのリバーブがやっとねあの、僕らが買えるような値段で出始めた頃だったんですね。でちょうど、まあ、ディレイの方が先に出てたんで、えーいや、リバーブの方がなんかこう高級イメージがあってね、えー、リバーブの方がやっぱり深いんちゃうかみたいな風に思ってたんですけども、 マ、えーまあ、その先輩曰く、やっぱディレイの方が深いとで。僕もちょっと長いことね、その後意味分かんなかったんですけども、えー、やっていくうちにね、だん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 そのディレイの奥深さというのが分かってきて、ああ、やっぱこれは本当に大事なエフェクターなんだなという。まあ基本的なエフェクターと言ってもいいですよね。まあ料理で言うと塩みたいなね。だからこれ今素材ですよね。これ肉とか野菜とか魚とか。 で、えっ、ー、と、とりあえず、仕様さえあれば食い物になるというイメージですかね。ということは、まあ逆に言うと、使用加減が一番大事ということなんで、えー、ディレイをどれぐらい入れていくかっていうことが、まあ基本的なその味を決めるというような感じですね。で、まあついでなんで、えー、ちょっとこのディレイの中身を見ていきますかね。 でこれ今、えー、このソフトはですね、それぞれのモジュールをつかむと、えー、その中の設定がいろいろ出てきますと。で今、ディレイの中見ますけども、えー、今、ここにね、えー、グラフみたいなのが出てますね。で、これを見ると、えー、っと、まあ、6つぐらいこうありますけども、そんなにねあの、要素は多くないです。でも、まあ、あ,のあんまり多くてもね、逆に。 頭の中混乱するんで、むしろ、あの、要素はね、最低限で、えー、ちゃんと必要なものがあればいいのかなと思います。で、ちょっと上から見ていくと、ドライ、ウェットってなりますね。ドライとウェットって何かっていうと、ドライっていうのは、えー、ここの、まあ、ジェネレーターから来る音をそのまま出すと。で、ウェットっていうのは、このディレイの部分で、音を足した部分ですね。その割合をここで決められると。 だからこのウェットの部分全部切っちゃうとの繰り返し成分がなくなりますねで逆にまあウェットを入れてディレイドライを全部切っちゃうとえ最初の音が聞こえないでその後の繰り返しのとこだけが聞こえてくるとうん だとなるわけです、ね、まあこうすると両方とも聞こえると。でこのフィードバックってのは何かというと、えー、この繰り返しの量で数えっ、ー、と繰り返しの数ですかね。でこれをだから、えー、引っ張ってやると。 というふうにです、ねまあ、こう延々やってくれるということです。で短くすると、ね、少ない回数の繰り返しで終わるというわけですね。でその下に、えっと、ディレイってなのありますけど、これ通常ディレイタイムって言われてる、えー、パラメータでですね、これを変えるとどうなるかっていうと、これ今ちょっと早くなりましたよね。 はい、もっと速くなりました。でもってこうやって持ってくると長くなると。まあこんなふうにしてね、これ基本的なあのディレイのパラメータですね、この4つぐらいがね。で、これさえあればまあ大体のことはできると。 えと、もっとね、凝ったあのパラメータがいろいろついているディレイもありますけどね。えー、まあ、これぐらいあればとりあえずいいんじゃないのかなということです。それからね、えっ、ー、とまあ、この下のに2つありますけど、ここはまあ、あの、おいおいというか、とりあえずまた、あの、見ていけばいいのかなと思います。まあ、今日はね、とりあえず、えー、 ディレイというものをね、ちょっと覚えていただいて。まあ、ここのソフトではエコーと呼んでますけども。まあ、それでちょっと遊んでみるということをやってみました。それではまた。